幼稚園遅れちゃうじゃん。何時まで行かなきゃいけないんだよ。9時半。今日も良かったっすね。あそこなんだ、日本橋、中学校、日本橋中央区、日本区立の日本橋中学校で今日は夢の授業。今回僕は講演はしてないんですけど、見学させていただいて、いやー良かったです。若者にやっぱり夢の話をするのはいいね。いつか僕も自分もねやりたいと思います。とにかく来年1年半年でセブンサミットしっかり行きたいと思います。はい、帰ります。Thank you.